こんにちは、サムネズのことです。企業会計基準第12号四半期財務諸表に関する会計基準、用語の定義4、各自四半期会計期間とは、1連結会計年度または1事業年度が3ヶ月を超える場合、当該年度の期間を3ヶ月ごとに区分した期間を言う。過去に期首からの累計期間とは、年度の期首から四半期会計期間の末日までの期間を言う。過去3、四半期財務諸表とは、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表を言う。過去4、四半期報告書とは、四半期財務諸表を含んだ報告書を言う。あります。